1958年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第10回大会である。6月に満市まで開幕し、イタリアのモンツァで開催された最終戦まで全7戦で争われた。この年からスウェーデン GP が世界選手権の一戦に新たに加わって全7戦となった。毎年開催地が変更されているドイツ GP は この年は、ニュルブルクリンクの北コースが舞台となった。車両規定の変更によってこの年から、手首以外のライダーの前身と前後のホイールが、横から見えていなければならないとされた。また、カウリングを装着する場合は、前端が、フロントアクスルの 50mm 前までとされ、このために前年までのマシン全体を覆うダスドビン、フェアリングは姿を消した。代わって、 ステアリングヘッド周りとエンジン部分だけを覆う小さなカウリングが装着され、マシンの外観は現在のレーシングマシンに近いものとなった。この年のグランプリは結果としてメガボルトアグスタが全クラスを制することになったが、500cc、350cc クラスと 250cc、125cc クラスではいささか状況が異なっていた。 ヨーロッパにおけるオートバイ市場の冷え込みを理由に、前年をもって、ジレラ、モトグッズイ、モンディアルといった、イタリアの大メーカーが、グランプリから撤退し、オートバイ以外に、ヘリコプター販売という資金源を持っており、レース活動は、オーナーのアグスタ伯爵の個人的なプロジェクトという、色合いが強かったメガボルトアグスタだけがこの年以降も、活動を継続したため、 大廃棄量クラスでは有力なファクトリーがメガボルト・アグスタだけという状況になった。対照的に 125cc や 250cc クラスではモリーニやドゥカティといった新たなチャレンジャーが現れメガボルト・アグスタに挑んだ。中でも東ドイツの小メーカーである MZ は1952年に DKW のマシンが一勝したきりでそれ以降は 問題にならないとされていた2ストロークエンジンがグランプリでも勝てることを証明した。エンジニアのバルター・カーデンの手による最新の理論に裏付けられた MZ の2ストロークの速さは後の日本製 GP マシンに大きな影響を与えることとなる。ゲイリー・ホッキング、マイク・ヘールッドという後のワールドチャンピオンがこの年グランプリデビューを飾り、 両者とも早くも表彰台に上っている。その一方、前年の 350cc クラスチャンピオンである、キース・キャンベルは、ベルギー GP の一週間後に、フランスのカドゥール・サーキットで行われた、ノンタイトルのレースで命を落とした。唯一のファクトリーチームとなった、メガボルト・アグスタに、ライバルは存在せず、 ジョン・サーティースは出場しなかったスウェーデン GP 以外のすべてのレースに勝利して1956年に続く2度目の 500cc クラスタイトルを決めた。チームメイトであるジョン・ハートルも4度表彰台に上る速さでサーティースをサポートしランキング2位を獲得した。前年までメガボルト・アグスタ以外のイタリアのファクトリーで走っていたライダーはその多くが ノートンの市販マシンに乗り換えた。かつてのチャンピオンのジェフ・デュークもシーズン前半は BMW で戦ったが、後半はノートンに乗り、スウェーデンでこの年、サーティス以外で勝利した、唯一のライダーとなった。これはデュークにとって、グランプリ通算33勝目であると同時に、最後のグランプリ優勝だった。 前年にその存在を公表されたメガボルト・アグスタの6気筒はこの年のイタリアでジョン・ハートルの手によって実戦デビューを飾った。レースでは最高ビスタートとなったものの一時は4位まで追い上げるスピードを見せたがトラブルによってリタイアとなりその後はサーキットに姿を見せることはなかった。唯一のファクトリーである。 メガボルト、アグスタのジョン・サーティースが出場したすべてのレースで勝ち、メガボルト・アグスタが不出場だった。スウェーデン GP では、ノートンの市販マシンに乗るジェフ・デュークが勝利するという、500cc クラスと全く同じ展開となった。サーティースは、500cc クラスと合わせてこの年出場したすべての、グランプリで優勝したことになる。サーティースともに、 メガボルト・アグスタに乗るジョン・ハートルが、サーティースに次いで多く表彰台に立ち、ランキング2位を獲得したのも 500cc クラスと同様だった。長い間、ノートンや、元グッズの短気等が制してきた 350cc クラスで、多機等エンジンのマシンによる、タイトル獲得はこの年のメガボルト・アグスタが初めてで、ある。メガボルト・アグスタは、 勝敗気量クラスには、カルロウビアリに加えて前年までモンディアルのライダーだったタルキーニをプロビーニを乗せ、250cc クラスは、プロビーニにタイトルを取らせる戦略を取った。プロビーニは、期待に応えて開幕戦から3連勝を飾り、第5戦のアルスター GP で4勝目を挙げて、タイトルを決めた。東ドイツのホルスト・フィグナーは速さはあるものの、 神経質で壊れやすい MZ の2ストロークを巧みに操り、スウェーデンでは自身と MZ にとっての初勝利を挙げると、ランキングでも2台のメガボルト、アグスタの間に割って入る2位を獲得した。フュグナーの活躍によって、外国のライダーたちも MZ に乗ることに興味を示し始めた。開幕戦の満島では、マイク・ヘルウッドが、 初めてのグランプリで3位表彰台を獲得した。この時ヘールウッドは18歳で、乗っていたのは市販の NSU だった。また最終戦のモンツァでは、モリーニの新型マシンがデビューし、エミリオメンドーニとジャンピエロ・ツバーニによって、デビュー戦でワンツーフィニッシュという快挙を成し遂げた。メガボルト・アグスタは 125cc クラスでは 250cc クラスとは逆に、 カルロウビアリにタイトルを狙わせ、タルクイニオ・プロビーニには、サポートに回らせた。開幕戦では、思惑通り、ウビアリが優勝したが、2位3位に入ったのはこの年から、フル参戦を開始した、ドゥカティのロモロ・フェリとデーブ・チャドウィックだった。ドゥカティにとっては、これが、グランプリ初表彰台である。その後もシーズンをリードするウビアリを、 ドゥカティ勢が追いかける展開が続き、第3戦のドイツでは、アルベルト・ガンドッシュがドゥカティに、グランプリ初優勝をもたらした。タイトル争いは、終盤のアルスター GP でウビアリが4勝目を挙げて、決着し、2勝を挙げたガンドッシュとサンドの2位入賞を、果たしたルイジ・タベリというドゥカティの2人が、プロビーニを抑えて、ランキング2位、3位を獲得した。 MZ の2ストロークはこのクラスでも、エルンスとデグナーとホルスト・フィグナーによってコンスタントに入賞を果たし、ドイツ GP では、デグナーが3位表彰台を獲得している。ありがとうございます。